エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回は慣れないマップや新規マップを瞬時に理解するならルートを分析しようとなります。スプラにおいて切っても切れない関係のマップですが、そのマップが多いのもスプラの醍醐味かなと思います。今後もアップデートを控えてますので、新マップとか既存のマップの把握というのは時間が過ぎるほど大変になりますよね。ここに改修工事が来ると情報の整理もより大変だし、何に注意して理解すればいいのかわからなくなると思います。さらにルールが5つもあって構造も変わるとなると、数十パターンを覚えるというのはなかなかの労力がいりますからね。ということで今回は慣れないマップを瞬時に理解するために簡単な理解方法を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。マップを瞬間的に理解するにはルートを押さえることが大事です。ただこのルートが何なのかが最も重要ですね。でそのルートっていうところなんですが、それは移動ルートのことになります。これはリスポーンから中央までの移動ルートと中央から敵陣への移動ルートの2つを指します。このルートがどこを通れているか理解すると、自然といいポジションや敵がいるポジションを理解できるようになります。初めて見たマップである程度理解できるのはこのためですね。スプラのマップは中央を境にミラー状態のマップとなります。そのため移動の仕方やポジションは同じ配置になります。これを理解していると2つのルートをうまく活用することで攻め方が簡単に理解できるというわけですね。初動でマップを見る人が多いのは足場を塗ったルートで大体の移動場所がわかるためです。なので慣れていないマップや新マップなどがある場合は、一度散歩などをしてどのルートを通るのか考えてみるといいかと思います。このルートの振り返りをするだけでも敵の動きが分かってどこにいるのか予想がしやすくなるからですね。ではこのルートを使った攻めのポイントと守りのポイントについて紹介をしていきたいと思います。まずはルートを活用した攻める場所を覚えるコツですが、それはリスポーンから中央への移動ルートの把握となります。攻める場所となると敵がいるところとなりますが、場合によっては潜伏などもあるためポジションなどを抑える必要があります。そのために敵がどう移動してどこに隠れるか、だいたいルート上にある壁裏や角といった場所がおおよその攻める場所になってきます。ただこれは複数あるルートの中から足場の状況を見て判断するので、攻めるべき場所の予測程度になるんですよね。その場所にいなければクリアリングも成功できますので、より安全に敵陣に攻めれるようになってきます。なんとなく攻撃したりというのがありますが、足場の塗りとルートを押さえておくとなんとなく予測打ちが可能になります。基本的なルートを使った防衛方法はこれでいいかと思いますね。ですが一番力を発揮するのは相手を敵陣に押し込むための攻めに活用できるというところです。このルートというのは残念ながら増えるということはありません。無理なキャラコンなら別ですが、基本的には通ります。ということは、前線に攻め込んだ時に有利ポジションからルートを抑え込んでしまえば、相手を簡単に抑え込むことができるわけですね。なんかやたらボムが飛んでくるなとかあると思いますが、これはルートを活用した攻めを行ったためです。もちろん、スペシャルもこの場所に使えば、見えていない場所から倒すことも可能です。上手い相手ほどこういった攻撃を活用してきますので、ルートを抑えて逆に活用するようにしましょう。攻める際は自分が移動するルートに置き換えるのが理解する上で重要です。自分ならここを通って中央に出ていくなって気持ちで攻撃をしてみましょう。続いてはルートを活用した防衛の場所を覚えるコツですが、それは自分たちの進行ルート周りの把握となります。守る場所となると自分たちの高台になるということが多いですが、基本的には敵が侵入できないようにルートを潰すのが最適です。ということは自分たちが攻める時にどうやって敵陣に侵入するかを考えることができれば、なんとなく防衛場所がわかります。
ただこのルートを覚えたらそこで待ち伏せでいいのかって言われるとちょっと工夫が必要になりますね。でその工夫というのは上から押さえることが可能な場所となります。自陣の高台といえば分かりやすいかなと思いますね。高台を取る理由は射程の流利を取るだけでなく敵の視線を分散するためでもあります。正面に立って守るだけの場合敵がチーム全員を視認できるので攻めやすくなるんですよね。だからこそ角度をつけた位置っていうのは重要になります。ただ自陣の高台の防衛は強いんですが進行ルートが2つ以上あった場合選択によっては防衛ミスにつながります。なので敵の位置を見た時にどのルートを通るか早めに判断しルート潰しをするように高台を取るようにしていきましょう。逆にその高台を抑えられたりスペシャルで強行突破されると敵が一気に攻め入る原因になるので抑えたいところです。たまに敵の攻めに対して全く違う場所の高台から防衛を一生懸命している人を見ます。こういったミスは人数不利を招きますので気をつけるようにしましょう。それでは最後にですが個人的にルートを理解する上でおすすめのルールを紹介したいと思います。それはガチアグラです。ガチアグラの時にマップの構造が変わるというのはありますが実はこのルートが結構使えます。関門周りの防衛ポジションや攻め押さえの場所というのはそのマップの特徴を押さえている場合が多いからです。そのためヤグラのルートの進み方や防衛箇所を見ておくと意外と他のルールでも活用することが可能なんですよね。もちろん構造が大きく変わるマップ例えば湯の花とかですねこういった場合は参考にするのが難しいこともありますが大体理解するには十分です。単純に高台を抑えるとか敵の出てくる場所は一緒ですからね。個人的にはマップの理解はヤグラで把握しています。ヤグラを元にどこから攻撃ができるのかボムやスペア届くのかヤグラのルートと別に他の侵入口はあるのかといった感じでマップを見るようにしています。あとはこの情報を他のルールに当てはめて違う場所だけを確認するという感じですね。基準があるのでそれを元に他のルールでも反映させやすいっていうのはあります。このように散歩とルールを活用してマップを見るだけでも攻めと守りが大体把握できるのが面白い方法かなと思います。新マップや苦手なマップなど散歩しながら試してみてください。はい、ということで今回ここまでとなります。慣れないマップや新規マップを瞬時に理解するならルートを分析しようはいかがでしたでしょうか。分析といっても実はきっかけを知れば簡単なんですよね。マップの作られる癖とかゲームの行動パターンを理解すると構造を理解することが可能となってきます。あとはそれに対してどう有効手段を取れるかが大事になりますのでルートを抑えてマップ研究に活用してもらえればと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。